はい、今回トヨタのヤイスでヤイスクロスに同時期にですね改良の情報が入ってきたんで、1改良内容で、2価格で、3発売時期について紹介していきます。コンパクトカーのヤイスとコンパクト SUV のヤイスクロスですね、一部改良の情報が入ってきて、でヤイスの方が現行型が登場したのが4代目で2020年2月10日もう2年が経過するんですね、来月で。でヤイスクロスも同年の2020年8月31日に発売を開始で、半年ぐらいしか変わらなくて、ヤイスクロスに関してももう1年半ぐらい経過して、で販売スケジュールとして現行型オーダーストップはもう変わっている状態で、現行型の受注が2022年1月に停止、多分今月にはもうオーダーストップがかかって、もうすでに変わってるんですかね。で改良情報として、まずはヤイスの方から、ヤイスの改良点がいくつかあって、電動パーキングブレーキ、オートブレーキホールドを追加、電動パーキングとオートブレーキついてなかったんですね、まだ。去年かにね、去年ぐらいに全車速が追加して、廉価以外ですね、1リッターの XB パッケージ以外が全車速が追加したんですけどね、全車速は追加したんですけど停止保持機能がついてなかったのが停止保持機能を追加して、で全車ですね、全車速のクルコンが設定されて、まあ電動パーキングオートブレーキホールドの関係で停止保持機能がついて、で3つ目の改良点が不人気色のボディカラーの廃止で、新しいボディ色を追加、2色ずつですね、2色を廃止して2色を追加という情報ですけど、で4点目が安全装備、トヨタセーフティセンスのアップデートで一部新機能を追加という情報です。まあその新機能に関してはまだ判明してないですけどね。で特別乗車の方も同時に追加するみたいで、でヤイスクロスの方が1つ目の改良点が不人気色の廃止で、新しいボディカラーを追加、これも2色ぐらい廃止して2色ぐらい追加という情報です。2点目で新しい特別乗車ですね追加して、で3点目が安全装備、トヨタセーフティセンスにアップデートが行われて一部新機能を追加、だからもう新型ボクシーとノアにあるような安全装備がですね一部新機能として追加して、で価格の方がコンパクトカーのヤイスの方がガソリン車が1リッターと 1.5 リッターのパワーユニットで139万5000円から、最上級が 1.5 リッターの4駆ですね216万9000円で、ハビットが 1.5 リッターで THS ですね199万8000円から、2駆がで、4駆の最上級が252万2000円、これ GR 除いての標準車ですね。でヤイスクロスの価格がガソリン車、ガソリンもハイビットの 1.5 リッターですよね、直線 1.5 リッターエンジンで、ガソリン車が179万8000円、まあ、1.5 リッターのガソリンと2駆が179万8000円からで、最上級のガソリン車の4駆が244万1000円で、ハイビットのベース駆動方式に関してはヤイスもヤイスクロスもガソリンもハイビットも2駆と4駆の設定があって、ハイビットのベースの2駆が228万4000円で、最上級の4駆が281万5000円、価格に関しては据え置きって聞いてます。で、発売時期、発売時期に関しては、ヤイスもヤイスクロスも、同日日か分からないですけどね、同月の2022年7月に一部改良実施という情報です。で、あと半年ぐらいですよね。で、現行型オーダーストップ変わってから結構日にちが空いてますよね。一時停止という情報もありますけどね、まあ、どちんち夏に改良実施という情報です。はい、今回ヤイスヤイスクロスが一部改良実施、まあ、改良内容とで価格と発売時期について紹介しました。